袋を肩にかけ、大黒様が来かかると、ここに稲葉の白うさぎ、皮をむかれて赤裸、大黒様は哀れがり、きれいな水に身を洗い、ガマの方は谷くるまれと、よくよく教えてやりました。大黒様の言う通り、きれいな水に身を洗い、ガマの方は他にくるまれば、ウサギは元の白ウサギ、大黒様は誰だろう、お国主の御事とて、国を開きて世の人を助けなされた神様よ。